パーミアチ・アゾーバは、ロシア帝国が建造し保有した、装甲巡洋艦である。日本では、大津事件の際のロシア皇太子、ニコライ・アレクサンドロビチの、お召し艦として知られ、ソビエト連邦では、バルト艦隊最初の、革命艦として知られた。ロシア帝国海軍での配備当初の正式な分類は、フリゲート、または、走行フリゲートであったが、同海軍で、 フリゲートとして配備された艦としては、これが最後であった。その後、1892年2月1日付で一等、ジュニオ艦、1907年9月27日付で、練習船に類別を変更された。その後、ロシア共和国海軍、さらに労能赤色海軍へ所有者が変わった。1919 19年5月8日付で浮き基地に、類別を変更された。 艦名は、ロシア語で、アゾーフの記憶という意味であるが、この名は、ギリシャ独立戦争の際、1827年10月8日に、発生した、ナバリノの海戦で、英雄的に戦ったことが称賛された、戦列艦、アゾーフに敬意を表したものである。関係者の間では、もっぱら、アゾーフと、通称された。伝統にのっとり、戦列艦、アゾーフから、 代々受け継いだ、ゲオルギーの旗を受領し、部先には、ゲオルギー十字を取り付けていた。ゲオルギー十字を持つ、ロシア史上初の蒸気装甲軍艦である。提出ヨットではなかったが、高揚性並びに、船内設備が優れていたので、前述の皇太子ニコライアレクサンドロビチのお召し艦として使用された。これに関連し、乗員は、この艦隊乗員班に列車られている。 後世パーミアチアゾーバの名は二つの事件で知られている。一つは、1906年にこの艦上で発生した水平らを中心とした反乱事件である。この事件により、艦はバルト海のポチョムキンとあだなされ、ソ連時代に革命艦として広く知られるようになった。もう一つは、この艦の最後である。 当時すでに第一線を退いて、港に係留される浮き基地となっていた。パーミアチアゾーバは、ロシア内戦中の1919 19年8月19日に、イギリス海軍の魚雷艇による奇襲攻撃を受け着艇魚雷艇によって犠牲となった当時としては、珍しい艦として歴史に名を留めた。クリミア戦争での敗北後、海軍の再建と外洋海軍の建設を目指していた。 ロシア帝国海軍は19世紀後半、太陽における良好な巡洋性能の確保を最大の目的とした艦船、すなわち、太陽巡洋艦の整備を進めた。当時、世界的に見ても高い公用性と攻撃力、防御力を両立した艦は少なく、全車を確保するために後者を犠牲にするか、後者を獲得したがために公用性能を取る。 事実上の沿岸防衛艦となるのが通例であった。こうした中、ロシア帝国海軍でも当初は、太陽巡洋艦については、防御装甲システムの装備を絶対条件とは、考えておらず、それよりもまず十分な航続距離と公用性を確保、するのを優先して考えていた。従って、可能性としては非走行の太陽巡洋艦というのも、存在しておかしくはなかった。 しかし、ロシア帝国海軍が実際に配備した太陽巡洋艦の大半は走行システムを有していた。当時まだそうした名称は存在しなかったが、それらは後世で言うところの走行巡洋艦であった。それらは当時の分類法において走行フリゲートに数えられたが、この走行フリゲートという艦種の中には沿岸防衛用の艦と、 外洋巡航用のカントが混在していた。今日、走行フリゲートの中で、走行巡洋艦に数えられるのは、校舎だけであり、それらは、設計概念上の名称でいう、大型巡洋艦であった。太陽巡洋艦の整備は1870年代に、本格化し、19世紀末の海軍予算のほとんどが、太陽巡洋艦の建造費に充てられた。その結果、 20世紀初めまでに高西州からの改修艦を含め12隻が配備された。それらは本国から交代で極東方面へ派遣され、本国バルト海から太平洋までの往復には長大な距離の航海をこなしていた。それらのうち旧式化して事実上戦力外となっていた初期の4隻を除く8隻中5隻が日露戦争で失われ、 ロシア帝国海軍がひたすら太陽進出を目指した時代も終焉した。それ以降、ロシア帝国海軍が巡洋戦力に重点的に力を注ぐことはなかった。そのような文脈の中でパーミアチ・アゾーバは、ほブめ時代の分類基準によるフリゲートとして設計された最末期の太陽巡洋艦であった。海軍減帥。 アレクセイ・アレクサンドロビッチ大公の署名による1886年6月27日付の海軍管轄艦長第83号指令では、反走行フリゲートと呼ばれたが、ロシア帝国海軍においてこの名称は、艦が閉鎖方座艦板を持たず、喫水線部分にだけ防御装甲を持っていることを意味している。それにもかかわらず、しばしば走行フリゲートとも呼ばれる。 常務士官らによって作成された1890年発行の秘密文書、フリゲート、パーミアチアゾーバに関する簡易資料では、フリゲートと記載している。やがて、フリゲートという艦種が廃止され変わっていち、当巡洋艦に類別が変更されると広く、一般にも巡洋艦と呼ばれるようになり、総行巡洋艦という名称が一般的になるとその名称と呼ばれるようになった。 海軍に装甲巡洋艦という分類が正式に制定されたのは1907年9月27日のことであり、この時にはパーミアチアゾーバは練習戦になっているため、正式分類で装甲巡洋艦と呼ばれたことはない。パーミアチアゾーバは最初の対応巡洋艦であるゲネラールイコールアドミラール急走行巡洋艦に連なる直径の末尾を飾る艦であり、 艦隊主力艦として整備された最後の巡洋艦であった。次のシリーズは同じ対応巡洋艦であってももっぱら通称破壊艦として整備された流陸イコールグロモボーイクラスであり、パーミアチアゾーバはこのシリーズへの橋渡し役を務めた。そして、このシリーズが19世紀のロシア帝国海軍巡洋艦整備の時代の集大成となった。 パーミアチ・アゾーバは、戦士的には、他の太陽巡洋艦ほど目立った活躍は、残さなかったが、政治史的には19世紀末から20世紀初頭に、かけてのロシア帝国の極東政策で、中心的な役割を担い、技術史的には次の世代の巡洋艦の基礎を築くという役目を、全うした。1890年代、IA シェスタコーフ海軍中将の指導の下、 ロシア帝国海軍は外洋進出を目指していた。提督は事実上沿岸域向けの艦船であった、装甲艦よりも高揚性に重きを置いた太陽巡洋艦の整備に力を入れた。彼がロシア帝国海軍省庁に就任した1882年当時、ロシア帝国海軍では非装甲か、極めて軽装甲の大型太陽巡洋艦しか構想できなかった。 それは、防御装甲を犠牲にして、燃料の石炭搭載量と 17KN の速力を確保するという構想であった。イギリス海軍は、実際に、そのような巡洋艦を整備していたが、シェスタコーフ海軍中将はその性能に満足していなかった。一方、ロシア帝国ではこのクラスの性能を持った装甲巡洋艦が建造中であった。 ブラジーミルモノマフ級の二隻である。開発部は、提督に大資料館の試験を待つよう提案した。その一方で、木製外反を持つ、規範層、非装甲の一等巡洋艦、ヤロスラーブリカ、イギリス海軍のコレベット、カライアピーの拡大型として、新しい、太陽巡洋艦を設計する案も検討された。結局、シェスタコーフ提督は、 ブラジーミルモノマフの試験結果に満足しなかったらしく、バルト工場に新しい走行巡洋艦の設計を一任した。バルト工場では造船技師長 b e アンドルシチェンコを監督官に任命し、工場の造船技師 n トーフを技師任命した。1889年に描かれたアレクセイ・アレクサンドロビチ大公の肖像が、パーミアチアゾーバの設計にあたり、 当時、ゲネラールイコールアドミラール級直径の発展型の中で最も先進的であった走行巡洋艦、ブラジーミルモノマフをモデルとする拡大型の開発を継続する方針が取られた。その設計は、トミートリードンスコイ級を大幅に拡大したものであり、排水量6000トン級の大型紅用巡洋艦となった。1885年10月12日には、 バルト工場によって設計が提出され、各寸法が決定された。艦の水線魔長は340フィート10インチ、満載機水船長で377フィート4インチ、尖閣外反の全幅は50フィート、船尾肋骨の全幅は25フィートであった。船体は、構成のブラジーミルモノマフの船体を原型としていたが、内部構造や尖閣外反に、 金属製部品の他に木製部品を使用するよう変更が加えられた。1887年の時点でこの設計は時代遅れであるとして激しく非難されたが、最終的にシェスタコー不定徳は船体には木製外反を貼ることとし、将来的解決に任せるという決定を下した。外見上の特徴の一つとして、 船体中央部分に設置された3本煙突が挙げられた。これに対し、最初の、ゲネラールイコールアドミラールから、ブラジーミルモノマフまでの太陽巡洋艦では、砲塔装行巡洋艦の、ナヒーモフ提督を除くすべての艦が日本煙突であり、パーミアチアゾーバの発展型となる、次の、流陸も、また日本煙突であった。また、大きな搬送も、 外見上の特徴となっていたが、パーミアチアゾーバは、本質的には完全な蒸気軍艦であり、エンジンを搭載した帆船の一種である規範船ではない。帆が装備された最大の理由は、当時の海軍元帥であったアレクセイアレクサンドロビチ、大鼓の趣味であった。大鼓は、自分が最も優れた船乗りであると信じており、搬送が艦の化石債を増加し、 この完全な蒸気軍艦の性能を損なっているという設計者や艦長らの指摘を信じなかった。艦は気力に頼らない完全な搬送に必要なほと、円柱をすべて揃えており、蒸気船の時代であったにもかかわらず、かつての純正の搬送軍艦の対抗によれば美しい外観をよく体現していた。すなわち、船首には第一車掌が設置されており、 甲板上には前哨、大穂柱、水が、それぞれの必要構成部品一式とともに、設置されていた。それぞれの円柱は、構成であった。これに加えて、予備の穂も積載されていた。喫水線から、マストの先端までの高さは、最大で147フィートであった。この搬送は、実際にはフリーゲート型ではなく、バーク型の配置であったが、 武装配置により、フリゲートに分類されている。へさきから見た、パームアチアゾーバ。大型のマストには砲を張って航行することができた。一方、機装用の動力装置については、右与曲折があった。当初、シェスタコーフ提督のイニシアチブでエンジンはそれまでの2、段膨張式から3段膨張式の水平機関へ変更される計画となっていた。しかし、予定した。 イギリスのネイピア三車製の水平機関がサイズをオーバーしており、船体を拡幅する設計変更が必要となった。このため、水平機関は諦め、同じくイギリスのカーク社による設計を用いたバルト、機械、造船工場製のレシプロ機関を搭載することになった。これは三段膨張式のエンジンで、垂直トーチ型シリンダーを持つに機の分離された。 期間からなっていた。1887年に製造が開始され、1889年に完成した。そして、これが、ロシア帝国海軍で、初めての垂直機関となった。4250指示出力で、二軸のプロペラシャフトに回転動力が伝えられた。機関は、それぞれ、三基のシリンダーを備えていた。高圧力用のシリンダーは、 直径は41インチ、中間圧力用は直径60インチ、低圧力用は直径90インチであった。すべてのシリンダーが滑り弁を備えていた。主要ボイラーはバルト工場製の2倍キセルボイラーでサンクトペテルブルクのアレクサンドル鉱鉄圧縁工場で鍛錬されたロシア製の鋼から作られていた。 ただし、イギリスで特許が取得されていた溝付き燃焼室は別であった。主要ボイラー数は6機で、作業圧力は130重量ポンドごと、平方インチであった。この他に、補助ボイラーとして、キセルボイラー1機と、ベルビル社製の別の下型ボイラー1機を搭載していた。両補助ボイラーは、居住間板に設置されており、 艦のすべての補助機構に動力を与えるために使用された。推進用スクリュープロペラは4枚は直径17フィート3インチのものを2機備えていた。1機あたりの重量は810プードで、ピッチは23フィートに上った。機関重量は414トン。プロペラシャフトとスクリュープロペラの合計重量は110トン。 全ボイラーと関係機器の総重量は464トン、ボイラー水の重量は162トンであり、動力装置関係の総重量は1150トンに上った。この動力装置により、パーミアチアゾーバは、排水量が6000トンの場合、原型のトミートリードンスコイより 1KN 優れた 18KN の速力を発揮できるはずであった。パーミアチアゾーバの手法、 三十五口径八デシメートルカノン砲と同型の砲。船の科学館に展示されるナヒーモフ提督の手法。燃料の石炭を積み込んでいるパームヤチやゾーバ。二隻の探偵の上に見える張り出し部分に手法の八デシメートル砲が設置されている。パームヤチやゾーバの搭載した千八百七十七年式三十五口径六デシメートルカノン砲と同型の要塞砲。 元は、関西砲であり、近代化回収の際に陸に挙げられ、スオメンリンナの、要塞で再利用された。パーミアチアゾーバに搭載されたのと同型の砲座を、用いたオチキス式43口径47ミリメートル砲、パーミアチアゾーバに搭載されたのと同型のオチキス式、20口径37ミリメートル5方針八百八十五年十二月九日付で、 武装の要目が、明細化された。すなわち、初装帯込み装置重量2798プードの、5層、式35口径8インチ漢方を2門同9660プードの35口径6、インチ漢方14門8インチ砲弾125発と、創薬、弾薬箱で、重量2500プード。 6インチ砲弾のために8,846プードとされた。これら全重量は23,805プードであった。実際に装備された方向並走は以下のようなものであった。主砲となる8インチ砲は35口径8デシメートル砲とされた。これらは上層甲板両弦に張り出す形で設けられたスポンソン上に設置された。 したがって、前方へ向けては二門を施行できたが、原則方向へは、片言一門しか向けられなかった。へさきには、昇格が設けられていたが、トミートリードンツコイ級までの走行巡洋艦と、比べて著しく、前方に突き出した形になっており、その先端はちょうど喫水線に来るようになっていた。その形状は、同じ時期に設計された一等防護巡洋艦。 コルニーロフ提督に類似している。副砲となる6インチ砲は、他の走行艦船に搭載された1877年式28口径6デシメートル砲に変え、1877年式35口径6デシメートル砲とされた。計画では14門であったが、実際には全部で13門だけ搭載された。そのうち1門は、選手砲座に、 前方へ向けて設置され、そのためへ先には、方門が開かれた。残る12門は、原則砲座に並べられ、それらのうち1番砲座と2番砲座は選手へ向けることができ、11番砲座と12番砲座は、戦備へ向けることができた。手法と副法について、同時代の巡洋艦と比べた場合、パーミアチアゾーバの砲撃力は次のようなものであった。 パーミアチアゾーバの手法、副法の数は、片原生者の場合、8インチ法が1問、6インチ法が6問であった。これは、ロシアイギリスフランスの初巡洋艦と比べた場合、あまり強力とは言えなかった。訪問の数では、フランス艦が抜きんでて多かったが後継では劣り、後継では、イギリス艦の10インチ法がこの時代の主要な。 巡洋艦の搭載砲としては最大であった。しかし、一斉射撃をした場合の砲弾操重量では、パーミアチアゾーバの1158ポンドが最大となり、打艦を凌駕していた。砲撃の威力では2842ポンドであり、フランスのアミラル・セシルの24461ポンドや、デュケーヌの23172ポンドに及ばないものの、低くはなかった。 加えて、耐水雷艇防御用の速射砲として落ちキス引き43口径 47mm 砲が7門と、20口径 37mm5 方針砲が8門搭載された。47mm 砲は4門が、甲板状に、2門が線尾との底面空間に設置された。これらは、格子越しに砲撃するようになっていた。さらに1門は、線尾砲座に設置され、 直接後方を射撃するようになっていた。3 7ト、mm、ル砲は4門が環境両端に、4門が格子端に設置され、校舎は必要に応じて小楼に上げることができた。さらに、8インチ砲の前の船ベリーには2門のバラノーフスキー、式20口径6 3 5ト、mm、ル上陸砲が搭載された。 また、霊法として用いるために4門の1867年式、4ポンド砲が搭載された。この他に、個人装備となる、竜気兵式ベルダン式ライフル190丁、4.2、リーニアスミスウェッソン回転式拳銃190丁、それに、剣190口も搭載された。水雷兵装は、以下のようなものが装備された。まず、 自走水雷すなわち、今日でいうところの魚雷に関する装備は、19、フィート水雷のための減速旋回装置が2機、同じく船尾固定装置が1機であった。休憩水雷と呼ばれた機雷については、自動投病装置付きの機雷を40個搭載した。船尾には、休憩水雷を航行中に付設するためのブームが、設置されていた。また、 関西水雷艇も2隻搭載された。それらは15フィート水雷装置を搭載していた。さらに2隻の関西艇も搭載され、それらは武装するか、あるいは投擲水雷の装置か2機の一つ水雷を装備していた。自走水雷及び投擲水雷はそれぞれ3機ずつの装置を有していた。一つ水雷は日本の竿につけられており、 50個の練習用水雷を有していた。蒸気2隻の関西水雷艇の他に、関西艇は12隻の蒸気カッターボート、2隻の蒸気無力材、艇、2隻のランチ、1隻の軽量艇、2隻の捕鯨ボート、そして2隻の6、海式ヨールを搭載していた。防御装甲は、当初から鉄製ではなく鉄鋼製の、一種装甲が用いられることとされており、 防御システムは、軽減速走行と2層の後半からなる、走行艦板からなっていた。海軍技術委員会の要求により、走行体は179フィートに限定され、水中艦板走行によって、横角壁と船首、船尾が防御された。これにより、予定された、走行重量733トンに対し、714トンに抑えられた。 1885年12月31日付で、シェスタコー不定徳によって、異種走行案は承認され、なおかつ走行巡洋艦、ナヒーモ不定徳や国会艦隊向けの新型走行艦、エカチェリーナ2世9と同様に、原則走行は、船体中央部だけとされた。瞬速の巡洋艦にとって、船体全長にわたる走行は、速力と機動力によってもたらされる。 と考えられていたしかし、シェスタ甲フ提督は1886年2月中旬に、その承認を取り消し、代わりに、全喫水船にわたる、原則走行体の採用を許可した。それは、ブラジーミルモノマ普及と同様の構造になっており、喫水船部分に、全船体長に及ぶ厚さ3 7ミ、mm、リメートルの走行体が取り付けられることとなった。 ただし、船首・船尾部分では厚みは 25.4mm に縮小されていた。装甲体の幅も6フィートに拡大された。1883年から1896年の間にバルト造船機械工場で建造された、幹線技師 N1 等譜設計による幹線の絵。左から1等巡洋艦。 ナヒーモフ提督、ウシャコーフ提督救援願防衛総交換、パーミュアチアゾーバ、リューリクなどが連なる。AK ベイグロフが、パーミュアチアゾーバの建造は、サンクトペテルブルクのバルト工場で行われた。1886年3月4日に、船体工事が着手され、同年6月27日に70門級戦列艦、アゾーフに敬意を表して、 パーミアチアゾーバと命名された。同年7月12日付で公式に寄港したが、寄港式には、皇帝アレクサンドル3世、皇后マリーやフヨドロブナ、ギレシャ王女、オリガ・コンスタンチーノブナ、海軍元帥、アレクセイ・アレクサンドロビチが列席した。式典には、艦長、NN ロメン1投査官の下14名の士官と197名の水兵が参加した。 全水兵は、ギリシャ人の女王兵下の艦隊乗員、第二班に除せられた。その後、ロシア海軍のフソピオトル一世のボートが浸水して、200周年となる1888年5月20日、正午に浸水した。浸水時の排水量は、2795トンであった。パーミアチアゾーバに重要任務が与えられることになると、建造速度は早められた。 すなわち、皇帝アレクサンドル3世が、自身の後継者であるニコライアレクサンドロビチ、皇太子の旅行に、この新型艦を使用させようと考えたのである。艦には、豪華な家具や装飾品が積み込まれ、専用の艦載艇も発注された。これにより重量は70トン増加してしまったが、これに耐えるように重量のかかる箇所はセメントによって、固められた。設計作業において、 バルト工場には追加の予算が認められた。これにより、関には、関西水雷艇のための蒸気動力式基重機が追加された。従来、関西水雷艇用基重機は手動式であり、蒸気式基重機の採用は、当時の新基軸であった。この案は1888年3月29日付で一度、否認されたが、1889年3月には、 艦長立っての望みで、海軍技術委員会はこれを認可した。また、総工巡洋艦、ブラジーミル・モノマフ、トミートリー・ドンスコイ、ポジャールスキー校での例に基づいて艦長が行った、訪問のガラス窓の設置に関する提案も1888年12月31日付で認可された。バルト工場は、この発議を遅れて出された、契約外のものとして拒否したが、 海軍技術委員会は1889年1月7日にガラス窓の設置の主張を通した。ガラス窓は選手法列甲板に設置され、停泊中にその区画を風が抜けるのから保護することになった。1889年11月8日にはエンジンとボイラーが設置された。艦はクロンシュタットへ自力開港し、 冬の去った1890年5月16日から6月12日にかけて中間試験を受けた。外反を張り替え、推進用スクリュープロペラを交換し、パーミアチアゾーバは遠距離航海に備えた。居住区は貴重な種類の材木が運び込まれ、長期間の航海の間交代士が快適に過ごせるよう作り込まれた。その費用は7万8千ルーブリになった。また、 管には特に蒸気航行時のために特別のテントが運び込まれ雨よけとすすよけのため各所に設置された。出航後には電動式の換気扇が増設された。イギリスでは上層甲板に追加された特設照明に使用する700個の白熱電球を灯すために蓄電池が購入された。すでに800トンに達していた化石採用。 少しでも軽減するため、補給や予備品、それに二門の 152mm 砲や機雷などを含む武装、怒りの一部や帆に関する多くの部品が別の蒸気船でウラジオストクへ別装されることになった。この結果、クロンシュタット出港時の排水量は6420トンとなり、平均喫水は7.3メートルとなった。この状態では、装甲体状態は、 喫水線から0.15メートルだけ上に顔を出していた。この状態で1890年7月19日に行われた傾斜試験においてメタセンター高さは0.85メートルであった。海上公務ではエンジンは5717馬力を発揮し、その状態で艦は 16.8KN の速力を記録した。1890年には浸透した。 パーミアチ・アゾーバは、一等防護巡洋艦、コルニーロフ・提督と共に、シェスタコーフ・提督が彼の時代に、個人的に開発した最後の艦船となった。ピネウスにおけるフリゲート、パーミアチ・アゾーバと、ブラジーミルモノ・マフ。1890年8月23日、パーミアチ・アゾーバは、諸女航海に旅立った。間もなくヨーロッパを迂回し、セバストーポリーへ向かわねばならなかった。 そこにおいて、艦は交代子を迎え、アジアを回って極東へ向かうことになっていた。航海の最初において、艦は強い嵐に見舞われた。艦長の路面一投査艦は、総じてフリーゲートは頑丈で、満載状態で良好な高揚性を持っていたが、それでも、やはり太陽の波を突破するには不足であったと、記している。ところが、ロシアの巡洋艦が、 ボスポラス海峡を抜けて国会へ入るのをオスマン帝国が拒んだため9月28日から10月16日にかけての日程で予定された国会公開は中止された。ウィーンからトリエステをもむいた皇太子は10月19日にトリエステ港においてパーミアチアゾーバに上官した。パーミアチアゾーバはピレウスに寄港し、艦には ギリシャ王ゲオルギオス一世とその妻オリガが訪問した。ニコライ皇大使は大母であるギリシャ王妃オリガとの再会を果たした。また、ここでパーミアチアゾーバの上院にギリシャ王子ゲオルギオスが加わった。地中海ではパーミアチアゾーバに護衛の巡洋艦ブラジーミルモノマフが合流し、ギリシャ海域における通報艦の任意に当たっていた報艦。 ザポロージェツも臨時で艦隊に加わった。ザポロージェツは巡洋艦がスエズ運河に入るまで艦隊を構成した。巡洋艦はスエズ運河を通過し、巡洋艦は正論島を目指した。1890年頃のゲオルギー・アレクサンドロビチ大公。10月中に巡洋艦はボンベイに投病し、皇太子らは上陸した。そこで、 42日間の休暇を過ごすことになっていた。その間に、皇太子、ニコライの弟で、パーミアチアゾーバに、海軍将尉として乗り組んでいた、ゲオルギー・アレクサンドロビチ大公は結核を発病した。1891年1月23日、ゲオルギー・アレクサンドロビチ大公は、巡洋艦、コルニーロフ提督に移動し、本国への帰途に着いた。1月31日、 パーミアチ・ヤゾーバは、皇太子を乗せて、正論島へ戻った。その後、パーミアチ・ヤゾーバは2月18日に、シンガポールへ入港した。そこで当時東洋一の、宝刀総工巡洋艦であった、ナヒーモフ提督が、砲艦、マンジュールを呼び、これエツを引き連れて合流し、2月19日には、ナヒーモフ提督から司令艦 PN ・ナジーモフ、海軍中将が、 パーミャチアゾバへ移動した。五席に増えた艦隊は2月23日にバタビア、3月7日にバンコク、3月15日にサイゴンに立ち寄った。シャムでは将校らに勲章の雨が降り注いでいる。その後、3月23日に香港、3月29日に上海に入港した。交代士は蒸気船ウラジオストクに移動し、 中国観光に赴むいた。二隻の砲艦がこれを護衛し、パーミアチ・アゾーバは、他の二隻の巡洋艦と共に、長崎を目指した。1891年4月5日には、パーミアチ・アゾーバと二隻の巡洋艦は、長崎港に入港した。この月のうちに、長崎港にはほとんどすべてのロシア極東艦隊が、集結した。すなわち、パーミアチ・アゾーバ。 ブラジーミル・モノマフ、ナヒーモフ・テ督、トク、マンジュール、コレーエツ、ボーブル、クリッパー、ジギリト、それに、義勇艦隊の蒸気船、ペテルブルク、ウラジーミル、バイカールである。長崎におけるニコライ・アレクサンドロビッチ皇太子。4月16日には、皇太子は、中国観光から、パーミアチアゾーバに戻ったが、復活大祭のため公式行事は控えられた。 そのため艦隊は長期にわたって長崎停泊を余儀なくされたが、その間、皇太子は身分を隠してお忍びで銀座の村を回り、一方、日本人は頻繁にお召し、館パーミアチアゾーバを訪れた。また、彼らは地元の特産品を行為の印としてお召し館へ持ち込んだ。その後、皇太子は鹿児島へ赴き、 旧薩摩藩首都オ忠義と信仰を深めた。ニコライは、鹿児島での艦隊に感激し、父アレクサンドル3世は、翌1892年、忠義に対し、忠義に、アレクサンドルネフスキー勲章及び白足大受章を、授与すると記した勲記を送っている。訪日の日程は、非常に順調で、日本人は、ロシア皇太子の訪日を、 極めて好意的に歓迎したので、その後に起こった大津事件はまさに、晴天の霹靂であった。皇太子一行を乗せた、パーミアチアゾーバイカロシア艦隊は4月27日に、神戸港に入り、皇太子はそこから汽車で、京都へ向かった。街頭は、ロシア、ギリシャ、日本の国旗で飾られ、人々は歓迎の拍手と喝采を送った。4月29日には、 アリス川の宮竹日と新能らを伴って、琵琶湖観光を行い、滋賀県庁での昼食の後、京都へ向かった。その途上、ニコライ皇太子は警備の警官に切りつけられ、負傷した。4月30日深夜には、明治天皇が京都に到着し、翌5月1日、ニコライ皇太子を見舞った。この日、皇太子は、天皇の見送りを受けて、帰還。 パーミアチアゾーバへ戻り、機関上では艦隊及び司令部の全主官が整列して、万歳を連呼し、皇太子を歓迎するとともに、天皇一行の行為に対して、謝意を表した。旅に同行した、イーイーウーフトムスキーが出版した、皇太子殿下の極東への旅、初版の表紙。先鋭はおそらく皇太子の、お召し、艦、パーミアチアゾーバ。お詫びの意味もあり。 天皇から、ロシア士官らへ、格闘級の朝日賞などが授与された。艦隊を指揮した、自重武官、VG バサルギーン海軍少将,将と PN ナジーモフ、海軍中将には、クミットを曲実大受賞が、パーミアチアゾーバ艦長、NN ロメン一投査艦、ブラジーミルモノマフ艦長、FV ルバーソフ一等査艦、 ナヒーモフ提督艦長、AV フェドートフチ捜査官にはそれぞれ君2等、極日、重光明が、パーミアチア・アゾーバ市艦長。O.A. エンクビスと、ブラジーミル・モノマフ市艦長 GF ・ツイフビンスキー、ナヒーモフ提督市艦長 AR ・ロジオノフには、君3等随法賞が授与され、ツイフビンスキーにはさらに君4等極日賞受賞も、受賞した。その後、 ニコライ皇太子は帰還を視察して過ごしたが、5月4日に皇帝アレクサンドル三世からウラジオストクへ直行するよう加盟されたので、5月7日には出航することとなった。これにより、天皇の招きに応じて東京へ向かうことはできなくなり、代わりに天皇は神戸府島の皇室あずま屋で朝食を催したい旨、打診した。 怪我の具合を見た医師の禁止により皇太子は上陸を許されなかったので最終的に天皇一皇をパーミアチアゾーバへ招待することになった5月6日にはニコライは23歳の誕生日を迎えたが大阪の商人らが3隻の船に贈り物を積んでパーミアチアゾーバを訪問し代表団の表敬を受けた期間には贈り物が山積みになったニコライは 日本国民の素朴で誠意のこもった対応に感激している。この日、艦隊では電飾を灯したカッターボートによるレースが開催されている。出発の日となる5月7日、午後0時半、天皇一行はパーミアチアゾーバを訪問した。朝食会は至って打ち解けた雰囲気で終了した。その後、夕方5時にパーミアチアゾーバ以下ロシア艦隊は出港し、 セト内海を抜けて、日本を後にした。パーミアチアゾーバの、ミニチュア入りの、ファベルジェの卵。日本を経った一行は、最終目的地であるウラジオストクへ向かった。5月11日に、ナヒーモフ提督と、ブラジーミルモノマフがウラジオストクへ到着し、5月16日には、皇太子を乗せた、パーミアチアゾーバが奉還を伴って、ウラジオストクへ入港した。 5月18日には、横浜から出発したクリッパー、ジギートがウラジオストクへ寄港した。5月19日には、ニコライ皇太子は、シベリア鉄道の寄港式に出席した。その後、ウラジオストクでは、皇帝機を掲げたフリゲート、パーミアチアゾーバ一家、バルト艦隊所属の総甲巡洋艦、ナヒーモフテ督、トク、総攻フリゲート、ウラジーミル、モノマフ、クリッパー、 ジギートが勢揃いし、シベリア召喚隊所属の奉還、コレーエツ、シブチ、マンジュール、ボーブルもこれに加わった。5月21日、ウラジオストクにおいて交代しは、最終的に下喚した。また、山をえた路面一投査官は艦長を降りて、SF バウエル一投査官に交代した。路面一投査官は、ゲオルギオス王子と共に、奉還、コレーエツで横浜に向かった。 一方、皇帝アレクサンドル三世は航海の成功を祝して、ファベルジェ社に対し、艦のミニチュアを内包した2つの卵の製作を命じた。1891年6月4日には、総合巡洋艦、ナヒーモフ提督が極東を去り、ロシア本国に向かった。艦隊長官は、ナヒーモフ提督に乗って、日本に去り、そこで、新しい太平洋艦隊長官、 pp e トイルトフ海軍中将に交代した。1891年の夏と秋をパーミアチアゾーバはウラジオストクで過ごした。稀にアムール湾において砲術練習を行った。11月7日にはドック入りするため横浜へ入港した。12月16日には越冬するためブラジーミルモノマフと共に長崎へ入港した。冬の間。 パーミアチアゾーバは香港、芝生、長崎の各港を巡航した。翌1892年4月4日には、長崎からロシア本国へ、ブラジーミルモノマフが出港し、パーミアチアゾーバは次々と感染が減っていく、太平洋艦隊の中で唯一の主力級艦船となった。その期間にはわずかに4隻の公用砲艦があるだけで、 さらに10月9日には二等巡洋艦、ジギートがロシアへ向けて、シドニーとフォークランド諸島経由という珍しい経路で、去っていった。1892年夏には、艦隊は、巡洋艦、トミートリードンスコイと、ビーチャッシで補強された。この年の間、パーミアチアゾーバは、極東を巡行して、ロシアの沿岸と外国の諸港を訪問した。同年5月5日付で、 艦長には、ウラジオストクに到着したばかりの GP チュフニーイン1、当査官が任官した。同年夏、彼は、パーミアチアゾーバを、バルト海へ開港した。同年10月16日、パーミアチアゾーバは、最初の地球半周の旅を終え、クロンシュタットに寄港した。1892年から1893年に、かけての冬、パーミアチアゾーバでは、 化石祭による劣化と1890年の請求な出港に関係する手落ち箇所の修正作業が行われた。この際、主婦人員官長は、かはじめ軽減のため搬送を廃して軽量マストに換装する要海軍技術委員会に要求したが、委員会は認めなかった。1893年には、 アメリカ合衆国で開催されるコロンブスによるアメリカ大陸の発見400周年を祝す国際観艦,艦式に参加するためロシア帝国海軍からも艦船が同国へ派遣されることになった。しかしパーミアチアゾーバの修理が出航準備期日の4月1日までに完了しないことはすでに1月11日の時点で明白であった。アメリカ合衆国へは 5月21日に1、東巡洋艦、ナヒーモフ提督が、5月30日に、艦隊総交艦、インペラートルニコライ一世が出港した。式典の開催される4月13日までに、ニューヨークへ到着したロシア艦は、1、東巡洋艦、トミートリードンスコイと、ゲネラールイコールアドミラール、ルインダだけであった。その頃、パーミアチアズオバでは、 クロンシュタット港とバルト工場が全力を挙げて修理作業が進めていたが修理は期日までに完了しなかった特に化石祭の軽減工事が難航した地中海におけるパーミャチアゾーバまだ工事も完了せずまた訪米中のナヒーモフテ督トクやインペラートルニコライ一世がまだニューヨークにあった7月7日海軍省はパーミャチアゾーバを バルト艦隊地中海艦隊の機関に任命する決定を下した。地中海艦隊は1891年にクロンシュタットを訪れたアルフレッド・ジェルベ海軍少将機下のフランス艦隊への返礼としてエフケア・ベラーン海軍少将,将の旗の下、トゥーロンを訪れることになっていた。このため、パーミャチアゾーバは8月10日までにはカディスに到着する必要があり、 そこで法米から戻った、巡洋艦、ナヒーモフ提督及び、ルインダ、総甲艦、インペラートルニコライ一世と合流することになっていた。なお、トミートリー・ドンスコイは、大西洋艦隊司令艦、N.I. カズナコフ海軍中将を乗せて、クロンシュタットへ戻ることになっており、ゲネラールイコールアドミラールは、大西洋で、実習航海に従事することになっていた。 地中海艦隊には、それらの他に、国海艦隊の砲艦、テイレクがピレウスから加わることになっていた。1890年代、トゥーロンにおける、パーミアチアゾーバ。ところが、パーミアチアゾーバがクロンシュタットを立ったのはようやく8月21日のことであった。その上、その時点で修理工事はまだ完了していなかった。艦隊は、地中海に各々集まり始めた。 インペラートルニコライ一世とルインダは別行動でカディスからトゥーロンへ直行した。一方、ナヒーモフ帝徳は9月28日にカルタヘナを出港しバルセロナで彼を待つ艦隊に合流しようとした。ところが、ナヒーモフ帝徳はパーミアチアゾーバの後ろに合流すべきところであったのを信号が不明瞭であったためにルインダがそこに残ってしまったがために インペラートルニコライ一世の後ろに入ろうとした。不規則な行動をとったことで、ナヒーモフ提督は前を走っていた、パーミアチアゾーバに住んでのところで体当たりをしてしまいそうになった。ナヒーモフ提督は、パーミアチアゾーバを昇格で突き刺すところであり、そうなれば、パーミアチアゾーバは沈没もしかねなかったが、パーミアチアゾーバのチュフニーン艦長の的確な行動によって、衝突は、 軽度の接触と、わずかな損傷で済んだ。トゥーロンでの式典は成功理に進められた。フランスとロシアの同盟関係は進められ、翌1894年に、ロフツ同盟という形で完成する。将校らには、シャムや日本におけるのと同様、勲章の雨が降り注いだ。また、この彷彿の際に、フランス海軍の艦隊総交換。 上礼ギベリの浸水式が催され、これに触発されたロシア帝国海軍は後に、フランス製の艦隊総交換、セサレービチを発注することになる。マルタバレッタ氏のグランドハーバーにおける、パーミャチアゾーバ。フランスへの親善訪問を終えた、地中海艦隊は、いつもの中流地であるギリシャのピレウス港に戻った。艦隊はここから地中海沿岸諸港を巡航し、それ以外の機関は、 歴史的に名高いサラミス島のワニアポロス島の闘病地で日常的な軍事協連と感染演習に取り組んでいた。当時、ポロス島にはナバリノの海戦で使用された基地の遺構が残されており、戦列艦、アゾーフの足跡をしのぶことができた。パーミアチアゾーバの乗員らはこの遺跡を修復した。当時、ロシアとギリシャの関係は、 ロシア出身の王妃のおかげもあって、大変良好であった。地中海艦隊の上員らは、砲艦、ドネーツや、装甲艦、インペラートルニコライ一世の上員らが中心となって、ポロス島に、ロシア船員らのための居住区を建設した。パーミアチアゾーバは、この任務を1894年度まで続けた。その間、艦は全く平和で幸福な時代を過ごしたのである。 1894年11月9日には、ZP ロジェー・ストベンスキー一投査官指揮下の一、東順洋艦、ブラジーミル・モノマフがピレウスへ到着し、パーミアチアゾーバはこれに合流した。同年11月22日には、パーミアチアゾーバは GP チュフニーニチ査艦の指揮の元艦隊と共に、ピレウスを後にして新たな中流地となる極東へ向かった。 航海には、バルト海から開港してきた建造されたばかりの、水雷巡洋艦、フサードニクと、ガイダマークが同伴した。出航が急がれたため、船の祝日である11月26日の、セイユーリーの日も、海上航行中に祝われることになった。旅路で、パーミアチアゾーバは2隻の水雷巡洋艦を、変わる変わる栄光した。これらの艦は小型であったため、洋上の、 ちょっとした波であってもすぐに航行が困難になったのである。しかし、主婦人一投査官の適切な指揮のおかげで、これらの小さな巡洋艦はどうにか沈むことなく、航海を続けることができた。日本におけるパームヤチア造場、航海の途上、艦隊は香港へ立ち寄った。そして、そこではイギリスによって港湾が深く掘り下げられているのが確認された。 これにより、イギリスは、香港へ、喫水の深い大型艦を配備することが可能になっていたのである。このことは、イギリス海軍が極東へ、本格的な戦艦を配備する準備を整えたということを意味していた。1895年2月6日、パーミアチアゾーバは、長崎に到着し、艦上には、太平洋艦隊司令官エスピートイルトフ。 海軍中将の召喚機が翻った。この時をもって、ターミアチアゾーバは、太平洋艦隊機関となった。4月6日には、地中海艦隊機関である、艦隊総交艦インペラートルニコライ一世が、司令官 SO マカーロフ海軍中将の召喚機を、掲げて、長崎の太平洋艦隊へ合流した。4月7日には、軍事行動の可能性が通達された。 その間、日本政府の指示した規則により、艦隊は、日本近在の諸行に分散して投留しなければ、ならなかった。長崎には、巡洋艦、パーミアチアゾーバと、ブラジーミルモノマフが停泊した。その他、神戸には一等巡洋艦、ナヒーモフ提督と、ルインダ、それに、宝艦、コレーエツ、横浜には一等巡洋艦、コルニーロフ提督、 芝生には二等準洋館、ラズボイニク、天津には、宝館、渋内、住物裏には二等準洋館、ザビアーカ、上海には二等準洋館、クレイセル、宝館、マンジュールと、グレミアーシティ、水雷邸、スベアボルク、香港には、目的地まで到達できなかった宝館、オトバージュヌイが、水雷邸、ボールごと、レーベリを連れて停泊した。一方、宝館、 ボーブルト、水雷巡洋艦、フサードニク及び、ガイダマークは、ポルドガミリトン郊外闘病地において、軍事演習を行った。1895年、芝生における一等巡洋艦、ブラジーミルモノマフと、パーミアチアゾーバ。パーミアチアゾーバは、全省に司令官の小闘機を掲げている。同様に前ほばしらにあるのは、 召喚期で、ブラジーミルモノマフではミズンに掲げられている。1895年4月11日に宣告された三国干渉により、4月末には、太平洋艦隊の所管は、真の芝生港に集結し始めた。まず、4月14日には、ブラジーミルモノマフが芝生へ入港し、パーミアチアゾーバは、インペラートルニコライ一世、フサードニク、ガイダマーク、 スベアボルクと共に4月23日に現地入りした。近在諸港のロシア艦船に加えて、ウラジオストクからは、水雷艇、ウスーリースンガリが増派された。太平洋艦隊と地中海艦隊は合流し、太平洋地中海連合艦隊司令官の参謀長には、SP トイルトフ海軍中将が任官した。 日本側からの軍事行動開始の可能性の通知があったため、太平洋、地中海連合艦隊は直ちに日本艦隊撃滅を念頭に置いた戦闘準備を行うことになった。SO マカーロフ提督の進言のもと、SP トイルトフ提督が中心となって、芝生への道すがら艦隊は戦術を練り、先陣を組み立て、船内を点検指摘の昇格攻撃に備えて、 厳重な警戒態勢をとった。艦船にはまた、モールス信号機が搭載された。また、マカーロフ提督は、各艦の艦載水雷艇に戦闘時には着水して、敵艦隊に攻撃を仕掛けるよう命じた。停泊地点沖には、警備集艇が配置された。同時に、艦隊にとって、革命的な指令となる、艦船塗色の変更が命ぜられた。艦船は、 平時の図色から、速やかに保護色の、明灰色に塗り替えられることとされた。艦長たちは、より効果的な図色を考えた。巡洋艦、パーミアチアゾーバは、主婦人艦長の命によって、現地の色調に合わせてバラ色がかった灰色に、塗り替えた。その結果、夜間のみならず夕暮れや明け方においても艦は、海の色に溶け込むようになった。その他、 マカーロフ帝徳は、濡れた骨の色の、ウラジーミルモノマフや黒の上に白く塗られた、オトバージュヌイ、また、インペラートル・ニコライ・一世の図書が特に優れていると、評価している。その後、連合艦隊は、マカーロフ帝徳の指揮の下演習を行った。また、インペラートル・ニコライ・一世では、各指揮官や艦長らを集めた大きな会合が2度、開かれた。特に、 これまでのようにいちいちバルト海から艦隊を行き来させるのはあまりに不都合であり、ウラジオストクの設備を強化して艦隊の常駐能力を持たせることが必要であると話し合われた。また、艦船への棒がみなり網の設置も不可欠であると指摘された。また、太平洋におけるロシア艦隊の将来的主力艦についても、インペラートルニコライ一世での会合で討議された。 多くの案が示される中で、将来的に実際に配備されたのは、主婦人員一投査官の提案した12000トン級装甲艦であった。主婦人員は、5隻の12000トン級装甲艦を配備すると、共に、日本海軍の計画を了駕する8000トン級の装甲巡洋艦7隻を配備し、5000トン級防護巡洋艦5隻。 並びに220トン級駆逐艦30隻と800トン級偵察艦で補強することを提案した。偵察艦を提案したのは彼一人であった。まさにこれにより彼は本物の艦隊総合艦の方を予見したのである。その後、連合艦隊は初めて公開に出航し体系変換のための起動を行った。インペラートルニコライ一世はグレミアーシチー。 これへつ、ブラジーミルモノマフからなる、艦隊左翼を引き、パーミアチアゾーバは、コルニーロフ提督及び、ルインダからなる右翼を引いた。右翼グループ横を、フサードニクと、ガイダーマーク、それに、スベアボルクが進んだ。これが、おそらく、太平洋のロシア艦隊にとって、初めての戦闘体系であった。ところが、その後、艦隊では、事故が発生した。 1895年5月14日、水雷巡洋艦、フサードニクが、へさきから、パーミアチアゾーバの原則に衝突したのである。これにより、パーミアチアゾーバは、銅製及び、木製の大半水中部分に被害を受けた。9日間の間、IK 本州立海軍将尉の指揮の下17名の、機関技術班と潜水士班が、修繕作業を行った。 やがて、日本は、両党半島の要求を放棄した。情勢の緊張緩和の訪れとともに、太平洋艦隊は、芝生を後にした。6月29日、パーミアチアゾーバーは SP といると深い軍中将の旗の、下、ウラジオストクへ向けて出港した。この無欠勝利は、 ロシア帝国海軍にとっては1863年のロシア帝国艦隊の北アメリカ遠征以来最大の功績となった。6年間にわたり、パーミアチアゾーバは太平洋艦隊打撃戦力の主力であり続けた。これは、それまでのロシア艦船の中では特筆に値するほど長期間に及ぶ太平洋での勤務であった。その間、 艦では4人の艦隊司令官が指揮を取った。すなわち、SP トイルトフ海軍中将、EI アレクセーフ海軍少将、FV ドバーソフ海軍少将、ヤーエーギーリテブラント海軍中将である。その艦、艦長は3名が交代した。すなわち、GP チュフニーニチ投射艦、AA ビベニウス1統査艦、AG ニデルミルレル1統査艦である。長崎において、 ドック入りしたパーミュアチアゾーバ。1896年11月3日から11月20日にかけてパーミュアチアゾーバは三菱重工業長崎造船所で缶ドックに入り船体水中部分に付着した貝殻や海藻を除去した。付着物は缶の速力が 2KN 低下するほどひどかった。ほぼ全体にわたる付着物の前に 感染の専門家たちも面食らうほどであった。他の、いかなる艦にも、これほどひどい付着があったものはなかった。同性部品は、ブランケット、力材管、推進用スクリュープロペラ、船尾、選手材に至るまで全て、付着物に覆われていた。損傷した銅板を張り替えた後、パーミアチアゾーバは、改めて出航した。住物裏に向かった。 パーミアチアゾーバは、そこに12月11日から闘病して越冬した。翌1897年3月30日には、太平洋艦隊長官 FV ドゥバーソフ海軍少将の召喚機の下富山に移動して、横浜を目指して出港した。その間、ドゥバーソフ提督は、期間一期のみでの高校試験を実施させた。4月18日には、横浜に停泊した。 4月27日には、パーミアチアゾーバは、函館港に停泊した。5月3日、館は、函館を去って、ウラジオストクへ向かっていたが、全速航行の最中に、中圧シリンダーの中鉄製充填箱に破損を生じた。また、冷蔵庫の配管の取り替えや、機械の主要部品の解体修理が必要であることも、明らかになった。 その作業に夏から秋にかけての時間がすべて費やされた。9月1日から9月12日には、検査のため長崎にあった。なお、この間の1897年4月10日には、搬送を撤去し、軽量マストに換装する改装案が、PP といるトイルト不海軍大将の承諾の下で、採択されている。この大規模な改修工事が施行されるのは、 バルト海に帰ってからのこととなる。9月20日には、ウラジオストクのニコライ皇太子選挙において、船体外反とスクリュー、カジ軍の状態についての検査を受けた。その結果、千年に比べて付着物は著しく減少して、まばらになっており、長崎で張り替えた銅板には全く付着物がない、ことが分かった。ビレニウス艦長は、 いろいろな科学処理を施した外反について提案した。銅板の劣化は重大で、板の端が薄くなり、割れやすくなっていた。補修を終えた、パーミアチアゾーバにとって、その年の最大のイベントとなったのが新からの、ポルトアルトゥール引き渡しへの参加であった。まず、その前年の11月28日、FB ドゥバーソフ海軍少将期下の太平洋艦隊は、 ポルトアルトゥールに突入して、イギリスによる侵略を阻止すべしとする指令を受けた。当時、イギリスは、ロシアの身長を牽制して、中国や朝鮮半島を伺っており、1897年11月に、ポルトアルトゥール港付近へ軍艦を進出させた。ロシア帝国は、1897年、三島半島を侵略したドイツ帝国の、 公衆案咀嚼地獲得に加えて、両党半島を狙うイギリスに速やかに対処する、必要に迫られることとなった。それまで新徒の二国間関係の決定的な悪化をもたらしかねないとして、中国侵略に慎重であったロシアを動かす要因になったのが、今回のイギリス艦船の侵入であった。1898年、ロシア帝国の咀嚼地。 ポルトアルトゥールに停泊する、ドイツ帝国、東洋艦隊の装甲フリゲート、ドイッチュラントと、パーミャチアゾーバ。最初の文献遺体が派遣されたのは1897年末のことで、同年12月5日に、MA レウノフ海軍省小規下の一等巡洋艦、ナヒーモフ提督コルニーロフ提督紅葉砲艦、グレミアシティが、ポルトアルトゥールに入港した。 続いて12月9日には、大連湾へ一等巡洋艦、トミートリードンスコイと紅葉砲艦、渋内、グレミアシチーが侵入した。一方、イギリス巡洋艦2隻がポルトアルトゥールの郊外闘病地に姿を現したのは、12月17日のことであった。そのうち1隻が湾内へ侵入し、そこに3隻のロシア軍艦が闘病しているのを確認した。 なお、清島当局は、当時、湾内における軍艦の通行は禁止している。12月18日、イギリス艦隊は、住物裏にも進駐した。これに対し、日本海軍もまた出撃の準備を行った。ロシアは、地中海艦隊の艦隊総交艦、ナバリンとシソイベリーキーを極東へ急破することとし、極東地域における緊張度が高まった。 1897年12月18日の時点で、パーミアチアゾーバは、長崎にいた。しかし、事態の緊張を受けて、ウラジオストクへ戻り、翌1898年1月23日には、FB ドゥバーソフ太平洋艦隊長官の召喚機を、掲げて、ポルトアルトゥールへ入港した。ペテルブルクからの指令で、ドゥバーソフ海軍少将には、 ポルトアルトゥールを視察して、海軍基地建設の結論を出すことが求められていた。3月2日には、ドゥバーソフ長官は、ポルトアルトゥールに海軍基地を置いても、実際問題として不便であり、戦略的にも不適切であるという否定的見解を出した。しかし、ロシア帝国政府は、ポルトアルトゥールを海軍基地として咀嚼する案を指示し、3月16日には、 ゾロターヤゴラーニ、キリル・ラジー・ミロビッチ大公によって、アンドレーの旗が掲げられた。パーミアチアゾーバ一家、太平洋艦隊の艦船はこの旗に敬礼し、同時に、レウノフ海軍少将,将は、大連湾に旗を敬揚した。1898年、ドイツ帝国の咀嚼地、チンタオに停泊する、パーミアチアゾーバ。これに前後し、3月14日には、 長崎から一等巡洋艦、ロシアとトミートリードンスコイがポルトアルトゥールへ到着し、3月18日には地中海艦隊から派遣された艦隊総交艦、ナバリンとシソイベリーキーが到着した。4月9日にはこれに流陸が合流して、ドゥバーソフ提督は上艦をこれに移した。パーミアチアゾーバは夏までこの地に泊まり、 新しい海軍基地の警備任務に就いた。情勢が落ち着いたのを見計らい、他の闘病地や港に向けて出港した。1898年から1899年にかけての期間、パーミアチアゾーバは、停泊地を調べながら、ポルトアルトゥール、長崎、ウラジオストクの間を航行した。結局、海軍基地の設置箇所として適しているのは、 ポルトアルトゥールではなく、チンタオやバサン村であるということが確認された。この頃になると、ロシア帝国海軍は、太平洋艦隊へ、太陽巡洋艦ではなく、紅葉型の装甲艦を派遣する用方針を転換した。それまで、太平洋艦隊の主力を成してきた、太陽巡洋艦は1899年末に、艦隊装甲艦に置き換えられることになり、 パーミアチアゾーバにもバルト海への帰還命令が下った。1899年11月28日、パーミアチアゾーバは、ウラジオストクを出港し、長崎を目指した。12月22日には、香港を出港。翌1900年1月28日にはコロンボを出港してペリム島へ向かった。1900年2月には、ピレウスとポロスにあった。 3月30日には、ジブラルタルを出港し、4月27日にキールを出港して、リバーバを目指した。航海機の開始とともに、パーミアチ・アゾーバは、クロンシュタットへ帰港した。その後も、パーミアチ・アゾーバは、現役に泊まることになった。1900年には、艦隊総交換、インペラートル・アレクサンドル2世、一等巡洋艦、ミーニン及び、 ナヒーモフ提督とともに近代化改修が決定された。改修案は、同年11月30日付でボイラーを乾燥し、老朽化した、排水系統の動脈管も取り換えることとなった。1901年、パーミアチアゾーバは、練習法術文献隊の機関として、観覧機動艦隊に参加した。1902年のパーミアチアゾーバ。 一旦回収工事を終了し、練習法術文献体に編入された当時、パーミアチアゾーバの近代化回収について、海軍技術委員会は旧式化した薬莢を、使用しない 203mm 砲を並びに 152mm 砲を4門の45合計 152mm 薬莢砲へ換装し、従来の7門のオちキス式47、 ミリメートル砲に9門を追加し、4門の機関銃も装備して37ミリメートル後方身砲の代わりに37ミリメートル、単方身砲を装備することとした。また、新しい保管システムと吊り下げ式の球弾装置も装備することとされた。こうした近代化改修の結果、方向関係の重量は383トンから461。 トンに増加する見込みとなったその一方で、鋼鉄製装甲を厚み 102mm のクルップ甲に張り替えることで、艦の重量は108トン軽減できるはずであり、さらに搬送と補助機関の廃止によって50トンを稼ぐことができる見込みであった。従来の戦闘司令塔は砲撃式やそのための器具のためのスペースが不足していたため、 より広いものに置き換えられる計画になっていた。新しい戦闘司令塔は、前哨の前に設置される予定であった。武装関係以外に、動力装置にも回収が加えられる予定であった。パーミアジアゾーバでは、従来、機関とボイラー,アークに、動脈管が設置されていたが、これは、不沈性において劣っていると考えられるようになっていた。近代化回収では、 缶の生存性を高めるために、これに変えて、強力な自立性を持つ、電動式排水遠心ポンプを設置する計画になっていた。また、木製の階段は構成に変更される予定であった。10年間にわたって使用が続けられた、キセルボイラーは、近代的なベルビル式水管ボイラーに換装する計画であった。1902年、他缶と共に、 当日訓練に従事するパーミアチアゾーバ。ところが、パーミアチアゾーバは、当時の要求に照らして不十分な燃料と載量と、速力しか持っておらず、すでに巡洋任務には適さないという判定が下された。そのため、機関や、船体の修理と、小口計測車法の増設工事を行っただけで、練習法術分検体に編入された。日露戦争が始まると、 パーミアチアゾーバを指揮していた FF シリマン一左官は時間を第三太平洋艦隊に編入して極東へ派遣するよう提案した。しかし、艦は修理中で技術的に良くない状態であったため派遣は見送られた。1904年の時点でパーミアチアゾーバはオーバーホールの最中であった。アドミラルティゾー戦争はパーミアチアゾーバの老朽化したボイラーと 上気配関係を乾燥し、新しいベルビル艦18機を据え付けた。また、機関も修理を受けた。従来の搬送を伴った3機のマストに変えて日本の軽量マストが設置され、艦からの機雷布設管理設備も装備された。1906年にはオーバーホールを完了し、AG ロジーンスキー1投射官式下の水雷練習分検体に加わって、 強化軍事強に合流したロシア帝国では、ずっと以前から絶えず革命の機運が高まっていた。そして、バルト艦隊主力が東洋で壊滅した後、艦隊において破局が生じた。反乱である。1905年には、国会艦隊の新鋭艦、ポチョムキンタブリーチェスキー港とオチャーコフで、放棄が発生し、その噂は、ロシア中を駆け巡った。しかし、 そこに、巡洋艦、パーミアチアゾーバが名を連ねることになろうとは、誰にも思いもよらぬことであった。パーミアチアゾーバでは、海軍の中でも、最も自分の任務に献身的で、愛国的な思想を持った士官が、この絵上院藩を指揮しており、その選手には、セイゲオルギーのお印が飾られていたのである。GP チュフニーニ司令官により、国会艦隊の放棄が鎮圧されると、 動乱は終結したかのように思われた。しかし、国家動乱は収まらず、ロシア第一革命が始まった。バルト海にあった艦隊は、極東における戦争で、自分の物資と人的資源を使い果たしていた。そして、国会艦隊のチュフニーン提督のような、死を恐れない、不屈の意志を持った、指揮官がいなかった。バルト艦隊にはすでに、 主婦人提督の経験を受け継ぐ者がいなかった。そして思いもよらぬことは現実のものとなった。非合法な革命活動によって忠実なるパーミアチアゾーバの上院はボリシェビストの組織に変貌したのである。1906年の活動期を巡洋艦パーミアチアゾーバはバルト海練習法術文献隊の機関として過ごしていた。日露戦争で バルト艦隊とその文献隊である太平洋艦隊が壊滅したためにこの年バルト海には艦隊と呼べるようなものは存在していなかった当時あったのは練習艦船から構成された練習法術文献隊でそこには20歳前後の若い見習い士官たちが実習のために乗り組んでいた一等巡洋艦パーミアチアゾーバの艦上には文献隊長である 自重部官、ND ダビチ一投査官の司令官記が掲げられた。その下には、練習船、リガ、水雷巡洋艦、アーブレクト、ボエボーダ、水雷艇、レチービー、2隻の数字名を持った、水雷艇が名を連ねていた。これらの艦船は、すべて純粋に練習任務についており、軍事任務は、全くになっていなかった。リガは、排水量2000トンの蒸気船で、 浮き舎として使用されていた。その他の水雷鑑定はどれも旧式なもので、通報戦として使用されていた。練習生は、もっぱら、パーミアチ・アズオバと、リガに乗船していた。活動期の最初において、パーミアチ・アズオバからは、上院と臨時練習生の中から、革命気分に侵された若干名が覗かれた。彼らは、左翼系の新聞を読み、水平らに、 左翼思想を吹き込んだ挙句、自身はロシア社会民主労働党に傾倒していたので、ある。しかし、そうなると、今度は、陸で、水兵たちのミーティングが開催されるようになった。そこでは、一人のアジテーターが演説し、人は彼を、学生王子かと呼んだ。彼、レーベリ在住で、オデッサ出身の商人にして、ボリシェビキのアルセーニー・コプチューフは、 レーベリで先導を行い、6月、ついには、パーミアチアゾーバに乗り込んで、低い階級から構成された、船舶委員会に加わった。彼らの中から、レーベリ革命委員会が組織された。彼らの先導とプロパガンダは、大きな成功をもたらしつつあった。この月、館では小規模な紛争が持ち上がった。乗員たちはスープが気に入らないのを口実に。 選手看板に集まり、騒ぎを起こした。士官らは水平らを沈めようとしたが、うまくいかなかった。士官らは、艦長のロジーンスキー一統査官に危険人物らを陸に上げるようぜよく要請したが、艦長は、なかなかこれを認めなかった。7月になって、水雷種のオサーツキーが、反政府活動を行っていることが、明らかになって、ようやく、艦長は彼を逮捕した。 オサーツキーは、陸に上げられて、法廷で裁かれることになったが、上院グループはこれに動揺し、一部の水兵はこれを阻止しようととりわけ強く反発した。この事件はこれ以上発展しなかったが、上院らの間では、革命運動が盛り上がり、来る7月14日、海軍大臣の視察日に合わせて、暴動を起こす決定がなされた。しかし、 警備が厳重であったことから決起は見送られ、その日は安静のうちに過ぎた。7月19日、パーミアチアゾーバは、レーベリ沖の原湾にあった。この日、食料を積んでレーベリを立った、水雷巡洋艦、アーブレクが、パーミアチアゾーバへ到着した。そして、そこに、学生王子が潜んでいたのである。彼はこっそりと、パーミアチアゾーバへ潜り込み、 午後11時近く、昇格区画において50名ほどが参加する、船舶委員会の会合が開かれた。彼らは、スベアボルクの放棄についての伝聞を注意深く読み、これに加わるべきか討議を重ねた。7月20日深夜2時ごろ、GN マーズロフに投査官は、館内に部外者が立ち入っているのに気づいた。コプチューフは逮捕された。 艦長のロジーンスキー一等査官は、コプチューフから、水兵の征服と聖望を取り上げ、速やかに、水雷巡洋艦、ボエボーダへ退去させるよう命じた。ボエボーダは、食料品を調達するため早朝にレーベリへ、出港する予定になっていた。放棄の最中の、パームヤチアゾーバ。ソーダインのネフェード・ロバージンが指揮をとり、上院グループは電球を割って武装した。 午前3時40分、看板上で最初の銃声が轟いた。上層看板でも射撃が始まった。当直長が重体となり、士官長が重傷を負った。官長は士官らに回転式拳銃を持って上がってくるよう命じた。反乱水平に出会ってしまった、公会長の VA ザハーロフ隊員と当直士官の AS マケドーンスキー隊員は悲劇に見舞われた。 ザハーロフ隊はすぐに殺害され、マケドーンスキー隊員は海に放り込まれた後に、銃撃された。ロジーンスキー艦長が、士官や、貸士官らと共に武装して、ザ橋を上がると、渋滞となって横たわる MI ズボローフスキー注意を、見つけた。さらに、反乱水平に拘束されていた、ソコローフスキー戦位長と長高生のチリマン砲手が、殺害された。 ロジーンスキー艦長は、反乱水平を解き伏せようと試みたが、胸を疲れていくつかの傷を負った。マクシーモフ機艦長は、船室で撲殺された。士官らは、船尾放在行き、船尾の引き綱に繋がれたランチに乗り込んだ。機関技師のビ微ツキーとトロフィーモフは、機関指導に成功し、ランチは、巡洋艦から脱出した。艦上には3名の士官と、 戦場司祭、法術長司令部事務官、それに公開中佐が取り残された。逃げ去る士官らを追いかけて、3 7ト、mm、ル砲を搭載した一隻の上機艇が発進した。ランチは28の命中弾を受け、艦長、AG ロジーンスキー一投査艦と艦隊副艦、DD ポゴジェフ中尉が死亡、SI ウンコフスキー隊尉が重傷、 ND ダビチ自重部官が負傷、艦隊参謀長 PV リムスキーコルサコフ1、投資官と N ヤーパブリーノ不注意が軽傷を負った。追いかけていた、上機艇は途中で座礁し、巡洋艦へ戻らざるを得なくなった。巡洋艦では、反乱水平らが長い間、メスルームで銃撃を続けていたが、士官が応戦しなかったので中止した。午前4時30分。 水平らは主官らを逮捕して船室へ閉じ込め、見張りを置いた。そして、コプチューフを解放した。コプチューフの提案により、艦を指揮するための委員会が選出された。艦長には、ロバージンが選出された。朝食の後、パーミヤアチアゾーバの上院には、出向が命じられ、闘病地にあった他の艦船にも出向を命じる、信号が発信された。 ところが、水雷巡洋艦、ボエボーダと、アーブレク、それに水雷艇、レチービーは、服従を拒否した。ロバージンは、アーブレクと、各水雷艇の右舷へ砲撃を加えるよう命じた。砲手は射標を作成したが、砲撃は実施しなかった。ロバージンは、自分の凶暴者と共に2回の射撃を行ったが、扱いが未熟であったため、砲はそれ以上作動しなくなった。 その後、パーミアチ・アゾウバは、洋上に出て、レーベリを目指して出港した。艦上には、ゲオルギーの旗の下に、赤旗が掲揚された。午後5時、パーミアチ・アゾウバは、レーベリ闘病地に怒りを下ろした。反乱者の士気は下がっていた。シカンのダビードフは、上院を平成状態に引き戻そうとしたが、殺害された。ロバージンは速やかに残るべてのシカンと、 法術、ソーダ教官を射殺すべきだと決断したが、彼らは反乱の首謀者を逮捕するよう上院らを説得するのに間に合った。拘束されていた士官らは解放され、NN クルイジャノーフスキー中尉と AA サコービチ、中尉は反乱の鎮圧を宣言した。革命家のほとんどは、上院から銃撃を受けながら選手甲板へ集められ、何人かは海へ身を投げた。ロバージンは、 致命傷を負い、これによって反乱者は投降した。武装解除され逮捕された革命家たちと上院の多くは陸へ挙げられ、艦には機関士らだけが残された。翌朝、戦室でバリケードを構築していた委員会の一員、主係歌士官のガブリイロフも投降した。クロニシュタット選挙におけるドビナー。制ゲオルギー十字が撤去されており、 武装の撤去に伴い選手訪問も閉ざされている。同日、パーミアチアゾーバの新しい艦長に AP 空路ロ一ュ査官が認じられた。市艦長には MN トルベツ行為に捜査官が認じられた。事件に関与したとして、91名の低い階級のものと4名の民間人が裁判にかけられた。事態は、レーベリの特別委員会法廷によって解明された。 法廷の会議は7月31日に始まった。そして、8月4日に閉会されるまで、連日開かれた。この日の深夜一時、被告に短い判決が下された。コプチューフと17名の低い階級の者は、公主刑による死刑、12名には6年から12年の懲役刑、13名の水兵には、各地の長寿大隊と刑務所への送置。15名には、 懲戒処分が言い渡され、一方で34名の水兵については無罪となった。3名の民間人についての取り調べは、レーベリーク裁判所の検事に任された。司令官は自分の権限を行使して、公主刑を重殺刑に変更し、8月5日朝、18名の帰血囚は処刑され、海中へ葬られた。事件の後、1九百七年には、 パーミアチアゾーバは、類別を練習戦に変更されて、バルト艦隊練習水雷分検体所属とされた。この際、それまでの方向並走に変えて4門の47ミリメートル砲だけが搭載され、その一方で、燃料搭載量は650トンとなった。老齢の巡洋艦にとっての対応での到着は、ここに終了したのである。 1906年の放棄事件が主な理由となって、1909年2月12日付で、艦は解消された。反乱艦の名が嫌われたのである。この日をもって、パーミアチアゾーバは、ドビナーとなった。新しい鮮明の由来については、ドビナー湾あるいは北ドビナー川か、ロシアツアーリ国が、ポーランド・リトアニア共和国を破った1665年の、 ドビナー川の戦いにちなんだ名称と推定される。そして、中正の証であるゲオルギーの旗は下ろされ、選手の聖ゲオルギー十字飾りは取り外された。レーベリにおける、ドビナー。1914年まで、ドビナーでは、同じような年が続いた。ドビナーは、平時の任務についており、初年生の水兵を乗せて平和な航海が続けられた。 元の設計者の N1 等フと PE アンドルーシチェンコは自分たちの仕事をこなし、ドビナーは練習文献体の中で最も古い艦として現役を続行した。世界大戦が開戦するとドビナーの生活にも若干の変化が生じた。1915年秋にはドビナーには思いもしなかった新しい任務が与えられた。この時からドビナーは バルト海に展開していたイギリス海軍の潜水艦のための潜水母艦となったのである。これはイギリス海軍が派遣する潜水艦の艦隊数が増えたことに起因していた。ロシア帝国海軍の練習船がその母艦として提供されていたが、ドビナー以前に提供されていたルインダは元コルベットであり、テゼマであった。そこで大型船のドビナーが 新しい母艦として選ばれたのである。この頃、ドビナーは事実上武装解除された状態であった。その艦上に設置された武装は、旧式化した 47mm 砲6門だけであった。石炭貯蔵庫の容量も680トンにまで削減された。撤去された装備品や機関、石炭庫には、イギリス潜水艦のための必要物資の貯蔵庫に、 割り当てられた。潜水艦用の魚雷も60本収納された。ロシア帝国とイギリスが1915年8月にドイツ帝国海軍の太陽艦隊によるリガワン侵入を阻んだ際には、まさにこれらの魚雷とロシアの機雷が活躍したのである。船内空間の内かなりの部分が潜水艦上院やロシア側の勤務員のための居住区に当てられた。 1917年春、革命派に占拠されている練習戦パーミャチア造場。1917年春、革命派に占拠されている練習戦パーミャチア造場。1917年の2月革命の後、練習戦ドビナーは、ロシア臨時政府の管轄下に入った。しかし、その実は、臨時政府に、 中精神の薄い急進派の水兵に実験を握られていた。彼ら、革命的大衆の圧力によって、海軍省は、同年3月31日付で、革命運動がために奪われた、感染名の回復についての指令を出した。これにより、ドビナーは、パーミアチアゾーバに戻った。ロシア革命によって、それまでの同盟国との関係は、急速に悪化した。ロシア海軍も、 崩壊の一図をたどり、規律も乱れていった。ボリシェビキによって引き起こされた10月革命による打撃は海軍にとって決定的であった。10月革命以後、艦は名実ともに急進派の管轄下に置かれることになった。1918年に結ばれたブレストリトフスク条約により、ロシアソビエト共和国の戦線離脱が決定されると、 それまで、ロシア共和国と同盟して、バルト海で活動していたイギリス海軍の潜水艦は、自爆し、乗員は帰国の音についた。1918年春には、パーミアチアゾーバは、バルト艦隊の主要基地である、ゲリシンクフォールスにあった。1918年初頭からこの地は、ボリシェビキ系のフィンランド社会主義労働者共和国の、領土となっていたが、 4月になると攻勢を強めた、フィンランド市民警備隊やドイツ帝国、東海師団によって占領された。このため、老農赤色海軍の艦船は、順次、ロシア本国への脱出を開始した。その中、老朽化した、パーミアチアゾーバは、燃料も必要辞任の大半も欠いたまま、共和国海軍上級海軍長官の、フィンランド海域における司令部として、 ゲリーシンクフォールスに残された。そして、パーミアチアゾーバが参謀長と共にこの地を去るのは、同年5月28日のことであった。パーミアチアゾーバは、最後のソビエト艦船分検隊に加わり、ゲリーシンクフォールスからクロンシュタットへ移動した。そして、その地において、イギリスの反革命艦将軍に対抗する、老農赤色海軍潜水艦の母艦として、 使用されたロシア内戦の間、パーミアチアゾーバは部分的に保管状態にされ、クロンシュタット港に係留されていた。1918年春に結構されたバルト艦隊の氷中航軍の後、フィンランド湾奥深くのクロンシュタットは赤色バルト艦隊の中核拠点となっていた。一方、ペトログラードへ進行しようとする NN ユベーニチ将軍の北西軍は、 事実上海上戦力を保有しなかった。これを助けたのはイギリス海軍である。彼らは当時の最新兵器である航空機と魚雷艇をこの戦場へ投入した。1919年8月1日からイギリス軍はユデーチ将軍の北西軍を支援するため赤軍の拠点であるクロンシュタットへの本格的な空襲を開始した。さらにイギリス軍は 赤軍艦隊の殲滅を計画した。作戦の目的は敵艦隊の殲滅によって北西軍の海上交通路を確保し予定される北西軍の進軍を助けることであった。作戦は8月17日から18日にかけての深夜に実行された。攻撃には8隻の沿岸内舎程と支援の航空部隊が使用された。第一艇は 不動防策を砲弾で爆破し、雷撃でもって、潜水母艦、パーミアチアゾーバを攻撃すべしとされた。パーミアチアゾーバは、戦力としての価値は、すでに有していなかったが、潜水母艦としての価値があったため、攻撃目標とされたのである。その他、第2艇は、戦列艦、アンドレペルボズ・バーン・ヌイ、第三艇は、巡洋艦、リュリク、第四艇は、戦列艦、 ペトロパブロフスク、第5艇は、戦列艦選挙の戦艦、第6艇は、第2艇及び第4艇が、任務に失敗した場合の代理、第7艇と、第8艇はそれぞれ、東湾と小島病地から迎撃すると見られる、艦隊水雷艇の擁撃を任務とした。航空機は緊急時には、魚雷艇乗員を救難することになっており、雷撃された。 目標物の確認、機重装車による航空支援を任務とされた。イギリス魚雷艇の雷撃を受けて転覆した浮き基地、パームやチア造場。第一艇の任には、第79号沿岸内課程が命ぜられた。CMB79 は午前4時までに、クロンシュタット湾へ接近し、侵入に備えた。不動防策は発見されず、従って計画通り浮き基地。 パーミアチアゾーバに対して、雷撃を仕掛けた。18インチ魚雷発射艦に門を備える CMB79 は、2発の魚雷を発射した。2発の魚雷が命中した、パーミアチアゾーバは大きく傾いて着底した。しかし、起動の際に CMB79 もまた失われた。こうして、その生涯31年目の年に起こった、パーミアチアゾーバにとって、 最初で最後の実戦は終わった。二発の魚雷を受けたパーミアチアゾーバは湾の出口へ向かって60度傾いて着底したまま戦争終結までのほぼ3年間にわたって放置された。さらに6年間はクロンシュタット湾において半分沈没したまま放置された。1921年に予定された引き上げ作業は延期され。 ようやく1923年12月になって実施された。1924年11月16日にはクロンシュタット選挙に入れられた。すべての箱を塞いだ後、1925年4月16日からは倉庫として使用された。同年11月25日付で公式に老農赤色海軍艦船名簿から除籍された。 1927年から1929年にかけて解体された。出典は1中3章。ロシア帝国では、聖教会の祭事に合わせて、ユリウス歴を使用していた。そのため、このページでは、ユリウス歴に準拠した都市機日を記載する。以下に記載するのは、当時の大日本帝国や今日の日本。 ロシア連邦などで使用されているグレゴリオ暦に換算した年月日である。ありがとうございます。